はい、皆さんこんにちは、ホロホロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちらの材料で、入り口がフリルになった巾着袋を簡単に作っていこうと思います。まず布の大きさからです。はい、布の大きさです。表生地が74cm×25cm、 裏生地が44cm×25cm で用意してます。はい、まず表地裏地とも中表に半分に折ります。で、それを2つ重ねます。で、待ち針で留めておきます。はい、表地と裏地を半分に折って、で、重ねて、で、両サイドを待ち針で留めました。で、今から両サイドをミシンで縫っていきます。で、その時にこちら紐を通すところになる、こちら 1.5cm 飛ばしてサイドを縫います。こちらちょうど裏生地の境目から 1.5cm 飛ばしてサイドを縫います。はい、では縫っていきます。こちら 1.5cm 飛ばします。片側が縫えました。反対側も縫っていきます。これで両サイド縫えました。はい、これで両サイドが縫えました。まず、裏生地を表に出して裏返します。今サイドを縫った端がこのように重なっています。で、表生地のこちら上になってる方、ここに切り込みを入れて、この縫い端を開きます。このように開きます。反対側も同じように、こちら上になってる方の生地、ここをハサミで切り込みを入れます。そしてここをこのように開きます。アイロンでしつけておきます。アイロンで折り目を押さえておきます。
次に入り口の処理をしていきます。約1センチで1回折りでアイロンでしつけていきます。これで入り口1センチでぐるっと一周アイロンがけをしました。こちらを このように折って、でこの裏生地の端から5ミリから7ミリこのように重ねます。もう一度します。こちらをこのように折ります。そして裏生地の端から7ミリこのようにかぶせて、でここをずっと縫っていくことになります。まず待ち針で留めていきます。はい、こんな感じで7ミリ重ねて、でぐるっと一周待ち針で留めました。こちら軽くアイロンでしつけておきます。こちらのきわをずっとぐるっと一周ミシンで縫っていきます。はい、ではこちらの境目ギリギリ、2ミリか3ミリぐらいで縫っていきます。これでぐるり一周縫えました。で表返します。はい、これで表返しました。はい、そしてこちら先ほど 1.5 センチ飛ばして縫っておいたところ、ここに紐通し部分ができています。でこちらの紐通しの部分のこちらの上のライン、こちらでずっとぐるっと一周縫っていきます。これでぐるっと一周縫えました。であとこちらの下の部分、こちらで返し縫いをして、ここのところ強化しておきます。こちらで返し縫いをしておきました。反対側もここの割れ目のところを返し縫いで強化しておきます。こちらで返し縫いをして強化しておきます。はい、こんな感じでこちら返し縫いで強化をしてあります。でこちらにこんな感じで紐通し部分が出来上がってます。で紐を通していきます。はい、こんな感じで紐を2本用意してます。巾着の入り口がだいたい22センチで仕上がってます。紐の方が半分に折って少し長い目で、長さが65センチで2本用意してます。こちらを
本はこちらから、もう一本はこちらから、ぐるっとそれぞれ通していきます。紐通しを使って通していきます。片方が通りました。もう片方を反対側から通します。両方から紐が通せました。で、あと、紐のこちらのくくるところにループエンドを通しておきます。2本まとめてセロテープでまとめておきます。で、ループエンドに通します。先をくくります。セロテープは外しておきます。で、紐の結び目はループエンドの中に隠しておきます。はい、これで仕上がりです。巾着を絞ってみます。こんな感じで入り口がフリルになりました。で、ここの長さはお好みで、もっと長くしたい場合は表生地の方を裏生地よりフリルの分長くしていただければ調整できるかと思います。こんな感じでフリル口の簡単巾着が出来上がりました。表と裏と重ねてサイドを縫うだけで簡単にフリル口の巾着袋が作れます。今日も最後までご視聴ありがとうございます。こんな感じで簡単に仕上がる作品ばかりを載せています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。はい、ではまた。